NHK の情報番組、朝一の公式インスタグラムが10日更新された。出演者の最新プロフィール写真を2年前の写真と比較した、ビフォーアフター、ショットを紹介し、微妙な変化を楽しめるとファンもコメントを寄せた。写真、大見さん洗練された、大吉先生だけ時が止まってる、花丸さんダンディ。3人のビフォーアフターショット実際の写真この日、朝一。番組インスタグラムに大見ゆりえアナウンサーが、大見です。2ヶ月前に朝一のプロフィール写真を撮影しました、とコメントを添え、6種類の写真を公開した。公開した写真は、2ヶ月前に撮影された大見アナと博多華丸、大吉の最新のショットと3人で番組をスタートした2018年のショット。それぞれ2種類を比較する形で1枚目はポーズを決めたメインの3ショット、2枚目と3枚目は大見アナのポージング、4枚目は大吉、5枚目は花丸、そして最後の6枚目は再び2018年と同じ3ショットの全6枚を挙げた。大見アナは、こう見ると私だけ年を重ねた感じがしますが、大吉さんによると、大海ちゃん、垢抜けたよねー、だそうです朝一を担当するなんてね、耳に水。の強烈な運命を共にした3人なので、物理的に会えなくても会えていない感じがしません。みんなでまた笑顔で会える日まで、一緒に前を向いていきましょう、と締めくくった。2年前の比較ショットではあるものの、微妙にそれぞれの変化を楽しめるのが面白い。中でも大見アナがより大人っぽい印象になり、ファンも、色気が出てきましたよ、可愛いから綺麗、大見ちゃんは素敵に大人に、と即座に反応した。さらにコメント欄には、大吉先生だけ時が止まってる、花丸さんもダンディーに、この3人の組み合わせがとっても好き、アットホームなお3人のトークが私の癒し、大好き、と感想が寄せられた。